さて今日はね水曜日やけどちょびっとだけ GDC ねゲームデベロッパーズカンファレンスをね見に行こうかなと思いますけども、まあ見に行くと言ってもねちょっとお仕事で行くだけなんですけども、その前にちょっとお友達にね会いに行こうかなと思います。どうもケントです。GDC のねいいところは結構世界中からね、人が集まるのでいろんな人とね知り合えるっていう、まあすごい僕にとって最高のメリットなんですけども、今日はねちょっとシンガポールのねお友達が、GDC に参加してるっていう話なんで、かつての同僚だったので、彼とねちょっとランチに行きます。これ会場ねちょっとすごい人やな。後でちょっと写してみようか。ちょっと久しぶりにスーパーデューパーね来た。スーパーデューパーバーガー、これねサンフランシスコのハンバーガーなんですけどめっちゃ美味しいですよ。で以前ゆうすけくんとかとね食べた動画があるんで見てくださいね。でおい友達皆さん What do you do? Oh, I'm a partner engineer at Facebook. So, partner engineer at Facebook. シンガポールのね、Facebook 社でエンジニアとして働いてるらしいです。いやー、すごい久しぶり。5年ぶりぐらいかな。It's been 5 years since we last met. Yeah, 5 to 6 years. You worked in Japan in Sega? No, Capcom. Capcom, okay. Yeah. Right, so you can speak in Osaka dialect.関西弁喋れる？ちょっとだけですね。儲かりまっか？儲かりまっか？大阪弁です、ね。大阪弁で。なんでやねん。ちゃうちゃう。ちゃうちゃうちゃう。ぼちぼちでんなって言わなか。そこまでです。それ以上はもう無理です。あ、すごい上手。Wow, very good. GDC めっちゃ人がいっぱいいるな。で、こっちのね、サウスホールがね、工事中なんですよね。ですごいもう骨組みだけになってて、ちょっと今年の GDC あれやな、工事が多いから結構どこ行ったら分からへんような感じになってるけど、僕は今からねちょっとねサウスホールに行って、サウスホール新しいところね、ちょっとそれで会社全体のポートフォリオレビューっていうね、あのちょっと学生とか、ちょっと仕事を探してる人たちの作品を見てアーティストとしてのフィードバックをしてあげるっていうねセッションに行きますよ。ちょっとお仕事、ちょっと人混みが苦手な僕にとってはきついイベントやな。迷子になるな。ちょっといろいろねホールの紹介は明日しようかな。明日一日ね回るからちょっと今日はね急いでるんで、これぐらいしとくかな。その人もすごい人やな。わー、いやここはねちょっとまた明日まとめて査定してみます。ちょっと楽しみにしてね。さてちょっとねさっきから時間経ったんですけども、ちょっとねそれまでは、仕事関係の、なんかビジネスパートナーの人たちとね、ビール飲みながら打ち合わせしたりとかねアメリカ的でしょ、ビジネスアワーに、仕事中にね、まあこんなことでね結構ね酒飲むんですよ GDC の期間っていうのは。だからね、ちょっとよく見てもらったら分かるんですけどね、月曜日から比べてだんだんね、あの日を追うごとにちょっと僕の体から顔がねちょっとね不健康になっていくみたいなそんな感じの週なんですけど、で今からね、ちょっとチョイスアワードって言って、なんかアワードセレモニー、厚労省みたいなのね受賞式があるらしいんで、ちょっとね行ったことないですよぶっちゃけ。だからちょっと今年は行ってみようかなと思いますんで、ちょっとそんな模様をねカメラに収めてみようかなと思います。ウェストホール、ここでね行われてるという。またね明日ね、めっちゃこのドア重い。まあここでねあのいろいろ明日撮れると思うんで、ちょっと明日いろいろため撮りしようかなと思ってますけども、なんか煙たくない、なんかおまわりさんがいたりとか、ちょっとカメラで映ってるかな、なんか結構煙たいような気がするけど、なんかあれかな、ドライアイスかなんか耐えてるのかな。やってるやってる、なんかアカデミー賞みたいな、すごい。お、なんかすごいよね、なんかめちゃくちゃなんか規模がでかいんやけど、後半to the 18th Annual Game Developers Choice Awards. 後半が始まった。すごい盛り上がってる。
カップヘッドっていうゲーム知ってるかな。これがなんかデビューウィナーみたいな、ベストデビューゲーム。おー、あれが開発者ですね。なんかアカデミー賞みたい、すごい。あ、すごいな、なんかゲームもアカデミー賞みたいになってて、やっとなんかここまで来たなって感じがしましたけどね。なんかちょっと嬉しくなった。でね、ちょっとね、あの途中で抜け出して、あの明日ねパーティーやるんですよ、僕の機体の。それでなんか人がいっぱい多くなりそうだから、面白いか、こうラッフルプライズ、あのなんかくじみたいな、あのやってみようかなと思って、なんか参加者にね1人何かが当たるみたいな、やってみようかなと思うんで、なんか商品をねちょっとターゲットに今から見に行きます。さて、ターゲットなんかいいのあるかな。本当はね、任天堂クラシックミニって言って、あのファミコンミニのアメリカ版みたいなのがあったらベストなんですけどね、ネットで調べたらどこも売り切れやったからな、まあ、最悪 Wii U かな、あ、Wii ちゃうか、スイッチかな、スイッチあるかな、ちょっといろいろ見てみよう。あった、スイッチね、結構こっち売られてるんですよね。いくらなんやろうな、一体、3DS とかやったらいいんやけど、ちょっと高いな。いいのなかったからね、買っちゃった。おー、なんか雨降ってるし最悪やな。でも雨の夜道って綺麗やね、結構すごい好きなんですけど僕。でちょっと今からね、帰ろうかな。もうパーティーはね、参加者が多くなればなるほど、結構もう商品がね結構豪華にすることができるん で明日のパーティーは結構盛り上がるような気がするな。頑張ってちょっとねやりますよ、あの幹事長ということでね、今日はね以上です。いいね、評価、あとはチャンネル登録お願いします。結構降ってったな、カメラちょっとそろそろしまいます。それでは。